はい、皆さんこんにちは、ダイヤモンドスマイル前川ダイヤです。今回は楽天ビューティーとのコラボ企画でリフレッシュ体験をさせてもらえることになりました。お店はこちらアシャヘアーソリューション神戸店です。では早速行ってみます。こんにちは。今日はリフレッシュ体験ができると聞いてきたんですけど。はい、はい、よろしくお願いします。前川さんよろしくお願いします。こんにちは、浜田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前川です。はい、ちょっとヘッドスパを始めていきます。はい、はい、ヘッドスパって基本的にどんなことするんですか？はい、ヘッドスパは頭皮にスパクリームをつけさせていただいて頭皮のマッサージをするんですけど、はい、リラクゼーション効果もありますし、はい、頭皮の汚れとかしっかり取っていくものになります。はい、でスパクリームもトリートメント効果があるので、はい、髪の毛がサラサラになったりとか、はい、あとはリフトアップの効果もあります。お、はい、じゃあこれ以上イケメンになるってこと？はい、もうイケメンにいただきます。はい、イケメンにしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。目とかめっちゃ疲れてますか？あ、目疲れやすいですね。うん、ここが凝るとめっちゃ目が疲れてる兆候なんですけど、こことかほぐしてあげると目が結構はっきり開いたりとか、あと色も鮮明に見えるようになったりとか。あ、色とかもですか？はい、意外とこう疲れてると視界が曇ってきたりするので、でも日常ってなってくるとこう当たり前になってくるんで、はい、それがこうヘッドスパすると、あ、意外と光ってこんな綺麗に見えるんやとかもあったりするんで、結構いい感じにあの目の疲れとか取れると思います。マジか。え、はい、実際硬かったですか？結構硬かったですか？はい、腰ストレス溜まったな。お湯加減大丈夫ですか？はい、はい、一回シャンプーしていきます。力加減大丈夫ですか？はい、はい、お疲れ様でした。ミステリアフラワー。藤の花の匂い。あ、一つですよね。あ、そうですね、一応一つ。全然ラメン。じゃあ普段使わない。これでいいですか？わかりました、ありがとうございます。はい、準備していきますので。ちなみに何選びました？ミステリアフラワー。初めてなんで、柑橘系だったりとか自然のなんかヒノキとかそういうのめっちゃ好きなんですけど、やっぱやるからにはいつもと違うものを使ってみたいなっていうのがあるんで、はい、楽しみやな。ヘッドスパで匂い選べる。クリームしっかり頭皮につけていきますね。ちょっとほんのりあったかいと思います。あっ、あったかい。わぁ、すげえ。初めてですか？え、なんかヘッドスパってなんかあの、はい、シャワーみたいなやつでジワーってやるなんかイメージがあるんですけど。なるほど。めっちゃこう座りながらやる。これがスタンダードな。もう頭皮直接。そうです。力加減大丈夫ですか？はい、はい、え、これってもう普通にあれですか？もし気持ちよかったら寝てもいいですか？これやっぱ側頭部マジ気持ちいい。側頭部すごいですね。うん、めっちゃ気持ちいい。おはようございます。今日の企画何やるか聞いてますか？軽く、まあ、今日は楽天ビューティーとのコラボ企画を体験してもらいますが、前川選手は大崎選手が来ることは知らないです。なのでプチドッキリ企画です。脅かすってなってやっぱり俺だって。はい、やりましょう。じゃあ行きましょうか。リアル意識飛びかけてた。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。揉めば揉むほどなんかどんどん匂いというかそういうのもめっちゃ香ってきて、あとなんかただこう揉むだけじゃなしにすごい
メリハリをつけてこうギューとかそういうメリハリとかリズムがすごいいいテンポでやってくるんで、めちゃくちゃ気持ちよかったです。じゃあこのままちょっともう一度マッサージしっかりしていきますね。はい、こっからまたマッサージ、はい、またマッサージを、はい、頭皮のクレンジングも兼ねて、はい、ちょっとマッサージをちょっとしっかりさせていただきますので、めっちゃ豪華ですね、はい、失礼します、はい、力加減とか今のところ大丈夫ですか、はい、はい、ちょっと凝ってるんでちょっと強めにさせていただきますね、はい、大丈夫ですか、痛くないですか、はい、気持ちいいですですか、はい、はい、ちょっとタッピングもしっかりしていきますね小疲れたおどう大丈夫、はい、どうですか、あれ急に やばいっていや、そういう場所じゃないじゃん、ドッキリ大成功とか。えぇ、ー、って、そういう場所じゃないの、もう。タッピングタッピングどう、え、じゃあ、そのためにこの方の時間を取ったんですか、これ。一番連れてきちゃいけない人連れてきてるよ。頭パンチされて、気持ちいいって言ってましたよ。いや、俺最初、小疲れと思ってえ、こういうのがあるんや、思うんだけど気持ちいいなと思って、途中からなんかゴツゴツになったけどなんでいるんですか。いや、だって俺が先だもん。え、そうなんですか。じゃあ、あの、言われた企画、はい、でこの後やるか、これも。あ、そうなんやつ。誰が俺前座だ。イケメンの前の前座なんすか、タッピングってあるじゃないですか。え、実際あるんすか、タッピングっていうのは。あるんですけど、あんなグーではついたりはしないんですけど。あ、タッピングっていうのは本当にこんなやり方なんですか。はい、なんかこういう感じなんです。全然ちゃうじゃないですか。違う、1、2発ぐらいはハーフさんですよね。違います、1、2発。え、最初から最初から強くなったのも俺だから。ちょっと強いと思ったら最初に優しいから。そういう企画なこれ。怖っ。それキャスティング的に俺が選ばれたのもちょっと疑問だったもんね。最初今から電気バリブラシをさせていただきます。はい、はい、で、電気バリブラシっていうのはこれが機械になるんですけど、このさっきのピンで低周波を放っているので、それで頭のコリだったり緊張をほぐしたりして、老廃物とか溜まってるのも流れてくれるので、それで頭すっきりしたりしてくれます。あとその日の、眠りとかも深くなってくれたりしてくれるもので、今日はもうぐっすりってことですか。ぐっすりで寝れます。ありがとうございます、はい、あの強さが、はい、あの4段階あるんですけど、はい、一番低いのからやっていきますか。一番強いので。一番強いので。わかりました。それはそうでしょ。あ、気持ちいいわ。あ、大丈夫ですか。顔濃いからこういうの強いんだよ。いや、顔濃い。どうですか。だからスッキリしてません。いや、めっちゃスッキリしてます。あ、上がってる上がってる上がってる。笑っちゃうぐらい上がってるから。あ、でも笑っても分かりますね、これすごいすごい。朝のスキンケアの一環としてやってるお客さんもいれば、その夜の寝る前にむくみは取りたい。これ朝10分間顔やるだけで全然むくみも違います。これで 1？ はい、言いたいですか。え、ちょっとピリッ、うん、ちょっとピリッ、え、ちょっと、え、マジ、あ、え、マックス何ぼっすか。マックス4です。4、うん、今1ですよ。1上げましょうか、ちょっと。1、2にいいですか、一応2いきますね。1、2でいった。いや、ほんまに 1でいいっすわ。1でいい。何、 4？ いや、2で言いたい。4って、これ1です。1ですか。1、おう、めっちゃ嬉しいっす。おう、え、これこれ今に、
これが4です。あ、それ4ですか。はい。あ、結構戦えるわ。戦えるわ。顔いけ、いった、そこだ。そこが。あ、いった、いった。顎下やば。詰まってるってことだよ、お前らね。あ、確かに。老廃物が詰まってる。あ、老廃物が詰まってるんですね。おっしゃる通り。これ普通の反応っすよね、多分。あ、はい。そうそう、普通の人はこうなるんですね。はい、凄すぎます、多分。あ、ようさんがすごい。4やばいっすよ。お、いけますか。いけます、いけます。急に4はあれなんで。はい、結構、どうですか。口の口角がめっちゃ上がってます。はい、え、そうっすよね、なんか。笑顔が、ほんまや、笑顔が脳の興奮作用を抑えてくれる効果があるんで、夜快眠になったりとか、あ、結構スマホとかの、あの目からの情報ですごい脳が興奮状態になってる人とかはこれしてあげると夜めっちゃ寝る。あ、めっちゃいいな。あ、でもそこめっちゃ気持ちいいぞ。あ、よかったです。はい、天気バリーフラッシュ終わりました。レオ君どうでした。めちゃくちゃ気持ちよかった。ちょっともう一回来ようかなと。あ、思うぐらいすごく気持ちよかったです。はい、見ての通り僕の顔はこんなすっきりしたんで、はい、や、絶対やってそうなんです。はい、ヘッドスパと電気バリブラシを受けるにあたって楽天ビューティーのサイトからお申し込みいただきますと楽天ポイントがついてきます。とってもお得なのでぜひ来てください。ぜひ皆さんも、お得な楽天ビューティーから申し込みください。ヴィッセル神戸の YouTube ではさまざまな企画をやっています。皆さんぜひ見てください。チャンネル登録してね。かわいい。